今回やっていくのは後ろっていうゲームだよ先生。後ろを気ぃつけた方がええな。先生怖い、今の価格めっちゃ怖い。下から赤いライトが出ててめちゃくちゃ怖いよ。あー先生が特急時代になっちゃう。逆になる逆の立場に。うわ怖怖いよ。怖いかな。今回後ろを振り向くと特急呪霊が立ってるみたいだよ。特急呪霊、うん、そうゴロゴロいられると困っちゃうわよ。困っちゃうわよ。おねえになられるのも困っちゃうわよ。いろいろ変化球加えていくからね。そうだね。払っていくよ。払っていく。払って取り込む。その繰り返し。いつも食べてるのはラブポーション。ラブポーション31。天野莉子ちゃんが働いてるラブポーション31。あ、間違えた。違う。莉子ちゃんが働いてるラブポーション31って何？あ、間違えた。間違えたね。だね。そう、サーティワン。サーティワンも海外風に言うと、バスケロビンス。バスケロビンス。イエーイ。そして今日やっていくゲームの後ろ、楽しもう。楽しもうね。これ何、後ろ振り向いちゃまずいの？この。あ、懐中電灯持ってるよ。これ、今日は今から目をつけていた家に盗みに入るの、僕たち。盗みに入るの。泥棒。泥棒じゃん。よーし、じゃあちょっと今日は悪いことしようか。そうだね、今日ぐらいね、ちょっといつもさ人救ってるんだから、たまに悪いことしてもいいよね。待って、ゆうた待って、なんか心臓の音になったよ。え、本当に今あ、言ったよ。トゥンクトゥンクしちゃトゥンクトゥンクしちゃった。で、どこに盗みに入るの？あ、これ多分これじゃない？これか。玄関は鍵があっている、他の入り口を探そう。これでもこれでしょ。なんかもう入ってくださいって言わんばかりのね。間違いない、これなんだろうけど、ね、これ F じゃない？ F F かな。あ、登れた。ジャンプだ、普通の登れたよ。ほんとだ。これさ、回収連投あまり使わない方がいいんじゃない？あ、そうかもね。じゃあ今更なんだけどさ、何さ、さ、なんで女の子なの？あ、今日女装してるんだよね。あ、女装してるんだ。それちょっとあまり捕まえてもらえるかな。うん、ごめん。うん、これ女装してるの、あれだね、そのあれだよね、伏黒くんがナンパされた時のあのセリフの時の服装をモチーフにしてるんだよね。あ、そう私とバイオリンのお稽古があるのよっていうところだね。そうここから入れるよ。ここから入れるね、うん、じゃあ早速入っていこうか。こうか。待て、なんかいるぞ。何？え、早速取っていくぞ。何も触れないね。何も触れない。ちょっと進もうか。そうだね。あ、何あれ？なんか緑色のあれは特急ジグだね。特急ジグ。国章じゃない？これ国章。これ国章だね、これ。国章だよ、国章。あんたの相手は俺だよ、特急。一人二役でも。まあ模倣しちゃったよ。ね、そん何があるの？なんか使える？待って、素材である。ある？けど、あるけど、何もできない、うん。じゃあ、とりあえず、探索しよっか。そうだね、うん、探索しよう。もう誰もいないのかな？いるでしょ、絶対。いや、いたら、空き巣入らなくない？いるのに入るのはチャレンジャーすぎるよね。どっちがチャレンジャーだよ。ゆうたくん、トイレクソ汚ねえよ。ほんとに？うんち漏らしてる人いるよ、これ。漏らしてるの？トイレでうんちしてたらそれ漏らしてるんじゃなくて普通にうんちした人だよね。掃除がなってないよ。本当は流してないじゃん。汚ねえな、これ本当に。流してもらわないと。上に行こっか。上行くか。うん。なんかありそうだな、上。あ、扉が閉まってる。あ、開くってあるよ。開くよ。こっち。どっち開く？こっち開くね、一回。右が開こう。うん。待てよ、また階段続いてるよ。階段だし、これはしごで上に行ける？あ、鍵がかかってるだって。鍵がかかっている。鍵探さなきゃ、それかも。何も探せないな、ね、扉をぶっ壊そうなんて。ゆうたは今日死にたい。死にたくないよ。ぶっ壊そうじゃないよ、ぶっ壊したらバレるでしょ。あ、そっかごめん。先生、何？ここに。ちょっと君の見た目がちょっと不気味になって。ちょっとびっくりするぐらい。なんか森塩があるよ。ここに。森塩。うん。お、もう本当だ。これ幽霊が来ないためのやつでしょ。いるってことなのかな。いるってことなんじゃないか、これ。気をつけろ。
警戒しないといけない。これでも何も調べられないよ。ねえ、何もないね。何もない、何も感じない。何もかも感じる。僕の無力症食らってる。食らっちゃった。先生、ここで無力症しないで。出て2秒だけしようかな。出て2秒だけなら半年間動かないだけで済むから。重症だよ、それ。あ、どうしたどうした。キッチン来て。なんかある。あ、なんで、なんか急に湧いたね。うん、なんか湧いた。ちょっともらっていい、これ。もらっていいよ。これは。毒物かもしれない。何これ。何何。細かい鉱石かな。何これ。細かい鉱石？うん。あの石の方、鉱石って。鉱石はそうだね、石のあの鉱石だね。ああ、そっち。うん、の粉って書いてある。飲み物じゃないんだ。飲み物じゃないね。ちょっともうちょっと探してみようか。うん。探索、盗めるもの何も手つけてないけど、なんかあるのかね、屋上とかに。あるのかな。先生、ここさ、さっき電気ついてたっけ。え？俺ついてたっけ。これもしかして、もう結界以内に入ってる。帳を下ろしてるってこと。下ろされてる。帳を下ろします。出てきた。いちいちうるさい。現着した。いちいちマジビンとしといた。みんなした。大丈夫。本当に先生、これ何。マジビン。あ、待って、アイテムある。何これ。ゆうたくん、拾っていい。金が置いてるよ。はい。あ、カーテンの奥に誰かいる。大丈夫、これ逃げる。逃げたな。いや、逃げちゃダメだ。開けていい。あ、開けていい。うん、行って。3、2、1、ゴーシュー。うわ、なんだ、カエルか。いないよ。え、カエルだった。あ、ほんとだ。おおおお、払った。僕が払った。あった、ほんとだ。あお、おお。やりすぎ。やりすぎだよ、完全に。ぐちゃぐちゃになっちゃう。あれに対して青しちゃった。え、お、待って、またなんか浮いてる。ほんとだ。ドリンクがある。これは何？拾っていいよ。はい。君が今日の主人公だから。何？え、なんか割れた音聞こえた。割れた。僕ら以外にも、空き巣がいるのか。え、同級者？まさかの空き巣かぶりしてない、これ。まさかのすぎるな。普通窓壊すなんてことしないでしょう。ねえ。でも。空き巣、あ、待って、ここじゃん。うわぁ！びっくりした。うわ、びっくりした。見て、ちょっとこっち来て。前に出て。これずるくない？これずるいね。めちゃくちゃずるいね。めちゃくちゃずるくない？これビビるよ、これ。本当にびっくりしたんだけど。ガチの声出た。びっくりポイント。びっくりポイントだった。あとは何？さっきの窓ガラスが割れた音はどこだ？ねえ、どこにあるんだろう。外かな。外かね。ちょっと外見に行っていい？いいよ。ちょっとこっちも何かあったら報告するから。うん、ごめん、出れない、外。僕2階の方に行ってこよう。外出れなかった。結界張られて出れないよ、もう外。あ、そうなんだ。クリエイティブレジガン、うん、あ、なんか出てきた。あ、それは。僕も成長したよ。成長した？それ以上成長するの？もういいでしょ。あ、待って、言うた。何？2階にアイテムある。ある？また湧いてる。クリスタルみたいなのがあるよ。クリスタル？本当だ。これ拾うね。今思ったんだけど、この布団やばいだろ。ボロボロな上に曲がってんじゃねえか。本当だ。ボロボロじゃん。待って、待って、なんか不穏な BGM が流れてる。怖い。大丈夫かな。さっき拾ったのはちなみに何。その前に拾ったやつが炭コロの鉱石庫で、さっきのクリスタルがクリスタルだね、普通の。じゃあ普通にクリスタル。うん、一体、あ、これがでも盗むものか。中に盗んでるんだね。え、あ、そういうこと。そういうことじゃない、クリスタル盗んで。あ、そういうことか。多分そうでしょ。今僕らは、あ、また玄関に巻いてもある。ほんとこれ何。え、一番わけわかんないな。拾うよ。これ何なんだろうね。手につけるやつ。これはガントレット。もしかしてアクティブパワーセルだって。パワーセル、電源、パワーセル、電源か何かかな。何に使うんだろうね。え、僕また2階見てくる。うん、あ、アイデアの発見2階。本当に2階左の部屋の上の方にある。これなかなか気づかないやん。上の方。ほ
お、なにこれ、僕が照らしてるやつ。これ拾えるかな。拾うね。いいよ、はい、小屋に誰かいる。いる、お、ゆるいる、うん、で、で、あ、消えない、俺が生まれたってわけ。生まれない、生まれない。あ、違う違う、400年ぶりの陸軍と無加減術の持ちは生まれないから。竹屋さん生まれないか。そう、もらえない、馬ずっと見てるじゃん。ねえ、あと今拾ったのが頑丈な機械部品だって。頑丈な機械部品、ね、機械部品とパワーセル、何か作るのかな。あ、ここにも鉱石がある。これ拾うよ。いいよ、これもクリスタルっぽいね。クリスタル、何、どうしたの。いや、なんか揺れたよ。あ、あ、これは違うか、関係ないか。あ、びっくりした。え、ちょっとやめてよ、どかすの。ごめんごめんごめん。いいんだから、僕ら悪者じゃん。そうだね。まあでもいつもいいことしてきたんだし、たまにはいいでしょう。どちらかというとやってることこれ自尊心側だけど。そうね。あ、ここにもアイテムあるよ。うんこみたいなの落ちてる、うんこ。え、和室和室和室。和室、和室にうんち。うんちみたいなの落ちてる。本当だ。何これ、これ拾ってみて。リアル、いやいやいや、ゆうとくん、君が拾ってよ、うんち。これでもなんか、アイテムのパンパンだけで拾えるのかな。一回拾うね。うん、あ、拾えた。あ、拾えた、うん。これが、さて、接着のうんち。あ、樹脂。あ、うんち、いや、樹脂。うん、樹脂、樹脂、樹脂だね。接着の樹脂、何かくっつけるのかな。何かくっつけ、なんか作りそうだよね、機械部品とかあるから。ええ、あ、ここにもあるよ。本当だ、光ってる。クリスタルだね。クリスタルもらうよ。うん、あ、なに？おい、なんだ、なんだ？なに？なに？なに？誰がいる？なに？なに？しゃがん、しゃがもう、しゃがもう。先生、怖いよ。待って待って待って。角待ち、角待ち。音する？ライトはつけないでこう。うん。僕が確認しに行く。で、え、これゲームオーバーとかある？わかんない。誰かいる。なんか足音聞こえる、足音聞こえる。え、僕の足音じゃないの。ああ、ゆうたくんの足音かな。え、ちょっと待って。何、一回クリアしよう。一回クリ、一回とりあえず一回を確認して。一回、何もない。クリア、一回は何もない。何もない、何もない。二回だね、じゃあこれ、うん、あ、待って、お風呂、お風呂場に。本当だ、お風呂場に何かある。これ拾うよ。いいよ。これは、あ、気味が悪いから屋根裏部屋で最後。屋根裏部屋で最後。あ、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 なんか声聞こえる。あ、あ、本当に気味が悪い。屋根裏部屋の鍵を探す。屋根裏部屋の鍵を探せばいいの？って書いてるよ。どこにあるんだろう。怖すぎて僕しゃがみから帰れないんだけど。なんかコントロールもう一回押したら立つよ。大丈夫？立っても大丈夫？立っても大丈夫でしょ。さっき拾ったの何なんだろう。粗い鉱石粉だって、鉱石の粉を集めてるのかな。怖い。これ2階に何かある。2階にはなさそうだな。なんか屋根裏部屋行って終わりにしようって言ってるけど、うん、開かないもんね。鍵がないよね。あ、鍵がどこかにある。これ鍵じゃない。どれ、これ。ほんとだ、急に巻いてる。こんなのさっきなかったぞ、うん、なかったよね。拾うよ。あまりに話ができすぎている。え、え、え、なんか足音聞こえない。拾った、拾ったのかな。え、拾えてないよ、拾えてないよ。なんかちょっと待って、なんか嫌な音しない。拾えてないの。うん、先生拾える。いや、拾えない。そうだよね、拾ったことになってんのかな。拾ったことになってんじゃない。開けるよ。あ、開けるってなった。本当だ。行くよ、先生。開けるよ。まだまだ。え、あ、あれ、ゆうと。入れるよ。え、なんかゆうとみたいなやつがいっぱいいる。いや、ちょっとね、磁力で強化してるから。ちょっとわかんない。違いがわかんないから、これ、並んだら。本当に？うん。どう、どう、どう？あー、あんまり違和感ないね。違和感ない。あんまり違和感ない。ズボンがちょっと目立つぐらいだ。あ、そうだな、ズボンがね、ちょっと。バトルウルフだ。開けるってなってるよ。よし、じゃあ開けよう。開けよっか。開けるよ。せーの。あ、結構長いんだ。お、指輪だ。最後の。
最後の宝箱。え？何？なんか全部全員こっち向いてない？全員こっち向いてない。え、そうだよね、そうだよね、やっぱそうだよね。え、全員バラバラだったよね、絶対。多分方向違うかったと思う。え、あ、びっくりした。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 いや、ちょっとこっちも向いてるの、びっくりした。出ていい？俺降りた。出ていい？先に出る？どっちだよ？俺残りたくないんだけど。あ、じゃあ、先行ったじゃん。せーの。よいしょ。はい。あ、え、何？あ、なんでもない。僕だよね、それ。僕にびっくりしたよね、今。そうで、もう出ようか、出ようか、出ようか。出よう、出よう、もうすぐ出よう。出よう、出よう、出よう、出よう。どこだよ。もう、もう、もう、窓がなくなってる？おい！結界に入って、術中に放ってるよ、僕たち。いや、これ、あれかな、外の時間はもう一週間ぐらい経ってんのかな。いや、そんな感じなの？かもしれない。そう。メイメイさんと歌姫さんが入った結界に見てるか。あ、青ってやつね。そうそう、あれ、青って言ったっけ？見てる？ん？開かない？なに？なんか不気味だな。怖いんだけど。残り出口、え、扉閉まってる。扉閉まってる。え？え？あ、扉。まだ全部扉閉まってる。まだもう違和感ないぐらいに。まだなんか落ちてるしかも。え？これ何？怪獣レンド？拾える？いや、拾えない。拾えないね。なんかめっちゃ意味深じゃない？あ！あ！あ！わわわわ、あっ、押し入れ、押し入れ、どこ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 、押し、僕も扉閉めとくわ。どういう状況、どういう状況。やばくない。あっ、うわぁ、助けて、先生、先生、先生、助けて、先生、うわぁ、助けて、一人、僕だけ、一人だけ、結界に入っちゃった。あぁ、ない、やばいよ。何、どういう状況、なんか僕だけ違うんだけど。追いかけられてる、おい、やばい、攻撃されてる、先生。攻撃されてんの、だいぶ厄介だよ、こいつ。ああ、僕の方は平和だよ。嘘、本当に、あえて言うなら、趣味じゃねえ。ああ、確かに、私、きれい。今、術式で攻撃されて、これに触れると死んじゃうんだと思う。ああ、あの、仮想音量？そう、仮想音量。痛い。なんか、自分をダウンさせたって何？え、待って、本当にダウンしてるんじゃない？これもしかして。ああ、やばい、ごめん、ああ、死んでるね。ちょっと触っちゃった。あ、先生、何それ。いや、なんかわけわかんない。バグってる。僕バグってなんか裏世界に行ってるんだよね。バグっちゃったな、それ。これが僕の術式無限だよ。ちょっと、あ、それそれそれ、今ビュンってなってるんでしょ、これ。それ攻撃されてたやつ。あ、そうなんだ。すごいね、波動攻撃みたいな。一回戻ろっか、多分戻らないといけない。やり直すとね。やり直そうか。やり直そうか。これで。で、こっちに行ったら、幽霊がいる。いる。いる。そして、その後ろに、ワープ。そして、ワープ。逃げて、そうそう。2階に上がる、2階に上がる。あ、やばい。攻撃してきてる、攻撃してきてる。入るよ、入るよ。一緒に入るよ。入るよ、入った。はい。はい。よし、オッケー。オッケー。ライトいらないかも、これ。ライトいらない。今回二人だから。いけるね。おお。この後知らない。あ、危ない危ない危ない。で、どうすんの？座標をずらした。領域に入って座標をずらした。これロッカーの中に入らないか。ここ。先生、大丈夫？これが過ぎてから行くよ。あ、そういう感じ？そういう感じじゃない。オッケーオッケー。先生の術式があればこんなの簡単でしょ。大丈夫、僕最速だから。最速だからね、本当に。いくよ、ゆうとやってぴょーいだから。ゆうとやってぴょーい。なんだこれ、ゆうたくん、これで死んだの。これちょっとね、ギリギリ攻めすぎちゃった。ギリギリ攻めすぎちゃったから、ちょっとね。いや、詰まってる、詰まってる。先生、詰まってる、詰まってるって。先生、何やってんの、こんなところで。いや、詰まってるんだよ。だめだよ。さっと、詰んでくれ。僕が担いでいくから。
おい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 、先生は、何個におんぶだよ。僕が守る。先生に二度も親友を殺させない。僕に、君に殺されたようなもんなんだよ。えい、あ、投げた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 、あれあれ、自滅した。引き分けって何？どういうことだよ。何これ何これ何これ、引き分けになった同時に死んだってこと。そういうこと。よし、じゃあ武士に払えたってことでいいんだよね。払えてねえだろ。払えてないか、先生ダウンしてたしね。ダウンしてたよ。しっかりしてほしいわ、マジ。おいおい、邪魔だったんだって。本当にね、フォトナがなかった時代に生まれただけのボンプだね。しっかり聞いてんじゃねえかよ。ね、よし、じゃあ今日はこれで終わり。どんな感じで終わるんだ。いいんじゃない。Thank you.